広島には原爆死没者の慰霊碑があります。その中にこう書いてあります。安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませんから。この文章を読むと、過ちを犯したのはまるで日本人のように思えます。過ちを犯したのはアメリカです。原爆を落としたのはアメリカです。なぜこういう文章になったのか。この慰霊碑ができた当時はまだ GHQ の占領下でしたから、アメリカが過ちを犯したとは書けなかったのでしょう。しかし、この碑文に疑問を呈した人がいます。日本人ではありません。戦争が終わって7年目の昭和27年に、インドのパールハンジという方が来日し、この文章が大問題となりました。パールハンジは戦後、日本の戦犯と呼ばれた方々を裁くための東京裁判に連合国側の判事として裁判に加わり、唯一戦犯全員に無罪判決を下したインドの代表判事です。以下はパール判事が碑文を読んで言われたことです。この過ちは繰り返さぬという過ちは誰の行為を指しているのか。もちろん日本人が日本人に誤っていることは明らかだ。それがどんな過ちなのか私は疑う。ここに祀ってあるのは原爆犠牲者の霊であり、その原爆を落とした者は日本人でないことは明瞭である。落とした者が責任の所在を明らかにして、二度と再びこの過ちは犯さぬと言うなら頷ける。この過ちがもし太平洋戦争を意味しているというなら、これまた日本の責任ではない。その戦争の種は西欧諸国が東洋侵略のために撒いたものであることも明瞭だ。さらにアメリカは ABCD 包囲陣を作り、日本を経済封鎖し、石油禁輸まで行って挑発した上、ハルノートを突きつけてきた。アメリカこそ開戦の責任者である。以上です。ここで少し勉強しましょう。 ABCD 包囲陣とは、昭和10年頃に日本に対して行われた貿易制限、経済封鎖のこと。アメリカ、イギリス、中華民国、オランダ、頭文字を取って ABCD 包囲陣と日本が名付けました。ハルノートとは、大東亜戦争直前の1941年11月26日における日米交渉で、アメリカ国務長官コーデル・ハルによってなされた提案。日本の中国及びインドシナからの全面撤退、中華民国国民政府以外のいかなる政権をも認めないなど、アジアの状態を満州事変前に戻せという内容。日本側はこれをアメリカの最後通告とみなし、12月1日開戦を決定しました。パールハンジは
開戦の直前にあった事実を述べてくれたのです。戦後広島で行われた世界連邦アジア会議に招待されたパール判事はノーベル賞受賞者を含む多くの白人の前で特別講演を行いました。長くなりますが、もう一つパール判事の言葉をご覧ください。広島、長崎に投下された原爆の口実は何であったのか、日本は投下される何の理由があったのか。当時すでに日本はソ連を通じて降伏の意思表示をしていたではないか。それにもかかわらず、この残虐な爆弾を実験として広島に投下した。同じ白人同士のドイツではなくて日本にである。そこに人種的偏見はなかったのか。しかもこの惨劇について、いまだ彼らの口から懺悔の言葉を聞いていない。彼らの手はまだ清められていない。こんな状態でどうして彼らと平和を語ることができるか。以上です。これで大論争が起こり、広島市は後々この碑文を書き換えるのではなく、これは全人類を代弁しているという理由をつけて、それが現在に至っています。ラーダービノード・パール判事は1886年にインド・ベンガル地方の貧しい家に生まれました。苦学してカルカッタの大学に進み、30代後半にはインドを代表する法学者となりました。最後に、日本人の謙虚さは美徳と言われます。しかし謙虚さを美意識と勘違いした結果、自虐視観に陥ってしまったのではないでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたら、ぜひ高い評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。またお会いしましょう。